は、ピノです。今回はね、ちょっと道路を撮ってみてるんですけれども、昼間撮ると車のナンバーとかが映ってしまうので、ちょっとそれは修正しないといけないので、普段はあまり撮ってないんですけれども、たまにはね、いいかなと思って収録してみます。今日は本当に4月初めなんですけれども、天気がね、非常に良くて暑いぐらいで、車の中も冷房を今かけているぐらいなんですけれども、今日はね、何をお話しようかっていうところなんですけど、頭だけで考えてとかじゃなくて、やっぱり体と心と一体となって何事も向き合っていく、そしてこの一瞬一瞬を生きていくっていうことをしていく、だからそういうことが大事だなと思いましたね。それは自分の経験上を満たされると、気持ちももうすっきりするんですよね。だから何かこう不足感とか満たされない気持ちがある場合っていうのは、自分の体を満たしてあげる、体の感覚を満たしてあげるっていうのもいいと思います。そちらから入った方が心もそれで自然に満たされていきますから、体を満たすってすごく大事ですね。だから以前どっかの音声で、その欲望じゃなくて快に従うっていうことを言ったことあるんですけど、快ですね、快感とか快、心よいって心地よいっていう、その快っていう感覚に従うっていう、それも体と心両方とも満たしていく、その快で満たしていくっていうことですよね。ドロドロした欲望、これもね、いいんですけれども、ただ快の感覚っていうのが重要ポイントかなと思うんですよね。その快の感覚に従うことで自分の気持ちも満たされていくっていうことですよね。そういうことをですね、感じていました。
ばドヨンとした時、こうなんか気持ちが落ち込んでる時っていうのは、その自分のその状態を、観察するっていうのが大事だと思うんですよ。そこに入り込んでしまうと、もう非常にしんどくてどっぷり使っちゃうんですけども、そこからちょっと抜け出て外から自分を見ているような感覚、これがね重要じゃないかなと思いますね。まあ、今外桜がね、こう右側に、少し一歩引いた視点で、自分を見ることができるのではないかなということが思います。ということで今回は以上になります。ありがとうございます。